さあここからは4時の井戸端です。このコーナーでは毎回さまざまなテーマについて視聴者の皆さんの意見も交えながらトークしていく井戸端会議のようなコーナーでございます。今日のテーマはこちらです。子どもの個性どう伸ばすということについて考えてまいります。トークに入る前にまずはこちらをご覧いただきましょう。県内の特別支援学校に通います自閉症の姉妹、先月宮崎市で初めての個展を開きました。自分の気持ちを言葉で表現することが苦手な二人なんですけれども、絵を通して自由な自己表現を楽しんでいます。ご覧ください。愛くるしく優しい表情でこちらを見つめる猫。一色のボールペンから生み出される不思議な世界。ボールペン一つで濃淡が違うから、そこがすごいなと思う。線の太さでも印象が違うし、こう濃さでも違うし、そこをちゃんと考えて塗ってる、描いてるっていうのがすごいなと。先月宮崎市で開かれた個展には、県内の特別支援学校に通う伊波由紀奈さん16歳と妹のメイナさん14歳の描いた作品およそ60点が展示されました。2人の作風は対照的です。お二人カメラに向かって作品を見せていただいていいですか。はい、見せてください。姉妹でもやっぱりこう絵のタッチが全然違いますね。ゆきなの方はもうとにかく抽象的な作品が多くて、自分の内面から溢れ出る感情を素直に表現していると思います。寝る間を惜しんで朝まで描き続けたりとか、で描かないときはもう数ヶ月ペンを持たない。で妹のメイナの方はもう猫が大好きなので、もうそのまま表情に表れていますね。で本人の優しさもしっかり猫に表しています。2人は共に自閉症でこだわりが強いところがあり、人とのコミュニケーションが苦手です。姉の由紀奈さんは中学生の時に不登校になったこともありました。母親の美智子さんは絵を通して自信を取り戻していったと振り返ります。UMK さんのスケッチ大会で家族でみんなでお出かけ気分で描いた作品、それが賞をいただいて、それが自信につながって描き始めました。同時にスケッチ大会参加してるんですけど、お姉ちゃんばっかり賞をずっと取り続けることで妹も悔しさやっぱりあったみたいで。絵の勉強は全くしていない2人、そのような中で去年は障害のある子どもを対象にした全国の絵画コンクールで上位50点の優秀賞に姉妹で入賞しました。初めて開いた個展には2人の絵を見た感想が多く寄せられました。2人一緒に描いてあるのもあれば、こっちが好きこっちが好きみたいなのもいっぱいあって、すごく嬉しかったです。見た人にはこうなんかどんなことを感じてもらえたらいいなみたいなのはありますか？可愛いとか思ってくれたらいいかな。全部全部見てほしい。コミュニケーションが苦手でも絵を通して社会とつながり認められることで、姉妹の新しい世界が広がりつつあります。2人の作品いろいろと見てみたいなという感じにもなりましたけど、うん、どうですか、ね、特にあの目元の絵が印象的でぐーって引き込まれましたよね、すごい対峙してすごい会話して絵を描いてきたんだろうなと思いました、ね、そして姉妹の作風の違いもまた面白いですよ、なんかこうお互いが芸術家として刺激し合ってるんだろうなというふうにも思いますし、そんな感じもありましたね、その2人の個性を、ね、しっかりこう個展を開くことで、皆さんに見てもらうってお母さんたちのご努力もね大変だっただろうなと思いますよね、はい、その個展の後のですね、姉妹の様子について母親の美智子さんにお話を伺いました。で姉の由紀奈さんですけれども、褒められる経験を通して人への関心がますます高まり、とても表情豊かに過ごす日が増えていますということなんですね。で
今絵を描いてますけれども、この絵の方もですね、緻密さは残しつつカラフルな色使いでダイナミックな絵にもチャレンジしているということなんですね。作風がじゃあ変化しつつある。また皆さんからの感想を受けていろいろとこう創作意欲も湧いてきたんじゃないでしょうか ね、はい、私たち大人だって褒められたら嬉しいですし、いろんな頑張ろうと ね、すごく褒められたいんですよ。何歳になってもどんどん褒められたい。向田さんよく頑張ってます。 ありがとうございます。そして、妹のメイナさんですけれども、これまで基本的に自分中心に動くタイプだったということなんですけれども、自分のお好きな猫やオリジナルキャラクターしか描かないというこだわりがありました。しかし、うちの猫や犬を描いてくださいという依頼を受けることが増えて、誰かのために絵を描く気持ちが少しずつ芽生えているように思いますという。いや本当に私うちの猫描いてほしいですもん。あ、そうなりますよ ね、ね、猫を愛してるの、あの可愛がってるって気持ちが絵からも伝わってきますし、なんかでもその他の人のために描いてみたいっていう気持ちの変化ってものすごく大きいことでしょうね。だからこれ絵を描いてそれを見た人との交流を通して内面もまた変化していくっていうことなんでしょうね。こういう反応を受けてきっと家族も嬉しいでしょうし ね、お二人の変化を受けて、でこの個展2週間だったそうなんですけれども、期間中なんと450人以上が訪れたということなんですね。個展で多くの人と触れ合ったことが二人の成長にもつながっているんじゃないかということです。そしてお母さん美智子さんですけれども、二人と向き合う際にはですね、自閉症の特性からどうしても狭い世界になりがちなため、興味関心が広がることはすごく嬉しいことだと。で、子どもの言動や行動を否定せずに見守る、子ども自身を認めてあげることを大事にしているというふうにおっしゃっていました。すごく大切なことなんですけど、ね、分かってるんですけど、これね、実行に移すのとっても難しいんですよ。本当にすごいことだと思います。分かっちゃいるんですよ、自分自身も親としてこれ ね、こうありたいと思うんですけど、振り返るとやってきてなかった。あの言葉かけちゃダメだったなっていう後悔が今200万個ぐらいあります。ごめんね娘ね、本当に思うことありますよね。さあ、で視聴者の皆さんからのメッセージもご紹介しましょう。テーマは子どもの個性を伸ばす上で大切にしていることということでいただきました。日向市50代女性の花ちゃんさん、単純ですが選択肢はたくさん与えて、本人が打ち込めることを続けられるようにサポートに徹することが一番だと思いますと。まさしくそうですよね。送迎ですよ、送迎、送迎、まあ確かにそうですね。もうソートゲーです毎日、はい、送ってソートゲーこの方もソートゲーです、この後ソートゲーです、ね、やりたいということを ね、叶えさせてあげられるかどうか、やりたいって言ってくれるだけで嬉しいですね。嬉しいですよね。本人に選んでもらいたいなという思いは強いですよ ね、はい、うん、そして宮崎市の40代女性ともママさん、人は人、自分は自分でいい、力強いですね、私は大人になってやっと自分の個性を出せるようになったので、子供には思うように発言してほしいという。そうですね、私も50過ぎてです、やっとこう個性が出せるようになった。本当だ、自分で言いながら笑ってるじゃない、途中からも笑ってたじゃないですか。でもこのね、自分は自分だよっていうのを親がしっかり話をしてあげる、周りにね、しっかりそれをこう発信する、子供の前で親が外に対して発信するって大事だなと思いますね。人と違っていいんだ よ、いいんだよ、あなた、あなたって言ってあげられるかどうかって大事ですよ ね。それから宮崎市40代女性のアイユーママさんです。娘もグレーゾーンと言われており、将来の姿、独り立ちできるかを描きながらやりたいことを伸ばすようにしています。友達の個性も認められるように導きたい。これもね、すごいですよね。やっぱ思いやりですもんね、すべては、相手を認められるってすごい大切なことだと思います。グレーゾーンだっていうふうに言われたことで、多分こう最初はすごく悩まれたと思うけれども、そこから先お友達も認めてあげようよっていうところまでに、ご家族で多分いろんなことを乗り越えてこられたんだろうなと思います ね、そうですね。もう一方、宮崎市40代女性、娘の初恋は浜田翔吾さんさんですね。お渋いですね。うちは二人ともアスペルガーと診断が出ています。学校など集団行動は苦手で不登校気味ですが、個性を伸ばすにはやはり本人を丸ごと認めてあげることだと思います。ここですね、親としては将来の心配やお友達とうまく付き合ってほしいなど、細かな口出しをしたくなると思いますが、まずは子どもの話を聞く、認めてあげると、まあ、これはもうどんなお子さんでもやっぱりこの姿勢をね、
もう親がモテるかどうかっていうのは、もう一学期始まってすぐ口出してますね。すみませんでした。もうしません。もっと話を聞いて認めてあげられる親で、そうです、ありたいですね。ありたいというふうに思いましたね。信じて見守る、個性を認めてあげることが大きな成長につながっていくのではないでしょうか。では明日ですけれども、明日は東九州新幹線についてゲストをお招きしてトークしていきます。ご意見も UMK アプリからお寄せください。ここまで井戸端のコーナーでした。